岡本喜道作朝畑の一夜。一。A 君は語る。友人の高谷君は南洋視察から新しく帰ってきた。日本でこの頃流行する朝つなぎの内職に用いる朝は内地産でない。久保通りはマニラ朝である。 フィリピン群島に産する朝の類はすべてマニラ朝の名をもって世界に輸出されている。高谷くんが南洋へ渡航したのもこの聖馬事業に関係したう向きでもっぱらこの方面の視察にふた月余りを費やしてきたのであった。フィリピン群島にはたくさんの小さい島があるので高谷くんもいちいちにその名を記憶していないが 何でもソルゴという島に近い土地であると言った。高谷君が元船からボートを下ろしてその島の口へこぎつけたのはもう九月の末の午後であったが秋を知らない南洋の真昼の日は目がくらむように暑かった。愛のような海の水も島へ近づくに従ってまるでコーヒーのような色に濁っているのは 島の中に大きな川があってその下流が海に向かって赤黒い泥水を絶え間なしに吹き出しているからであった。高谷君は一人で大胆にその河口へ乗り込んで青い草の茂った土手から上陸しようとしたが川の勢いがなかなか激しいのでややもすれば海の方へ押し戻されて彼もほとほと困っていると。 包みの上に一人の男が現れた。男は白いシャツを着て、キノコのような形をした大きい麦わら帽子をかぶっていた。さあ、投げますよと、男は明快な日本語で叫んだ。そうして、こっちの船をめがけて、長い浅縄を投げてくれた。むろん、一度ではうまく届かなかったが、 二度も三度も根よく投げるうちに縄の端は守備よく船の中へ落ちた高谷くんはさらにそれを船端へくくりつけて一種の引き船のようにして包みの際まで引き寄せてもらった「気をつけてください流されますから」と男はまた注意した高谷くんはその縄の端を立ち木の根へしっかりと縛りつけて 初めて包みの上に登った。よくおいでになりましたね。と男は笑いながら挨拶した。彼は30ぐらいの体格のたくましい元気のよさそうな男であった。高谷くんは自分の身分と目的とを説明すると男は愉快らしくまた笑った。さようですか。まこっちへいらっしゃい。 この島にはそうたくさんもありませんが、それでも相当に朝畑があります。私がすぐにご案内します。私は丸山俊吉という者です。彼は日本の人で、3年ほど前からこっちへ来て、日本人と原住民とを合わせて70人ばかりの労働者の監督をしていると言った。高谷君は彼の後について、 包みから十丁ほども行くと広い朝畑が目の前に広がって芭蕉に似た大きい葉が西南の風になびいていた丸山はその一年の山岳や品質などをいちいち詳しく説明してくれた「まあ我々の小屋へいらっしゃいお茶でもいれますから」それからまた二丁ほども行くとそこに大きい家があった 屋根はトタンで吹いて三方は日本風の板場めになっていたがそのひどく破損しているのが高谷くんの目についた案内されてうちへ入ると中は一面の土間になっていて部屋の隅には寝台と毛布が見えた棚の上には酒の瓶や缶詰の類も載せてあった 二人は真ん中に据えてある丸いテーブルを囲んで粗末な椅子に腰を下ろした。おい、雄三、お客様だ、早く来い。丸山に呼ばれて一人の青年が外から入ってきた。年の頃は十八区で、これもこういう南洋生活をしているにふさわしい、見るから頑丈らしい男であった。 彼は茶っぽい縮みのシャツを着て麻のズボンを履いていた。天草の生まれで八坂雄三という男であると丸山はこれを高谷君に紹介した。雄三は丸山のボーイ代わりに働いているらしく海外しく立ち回ってチョコレートやビスケットなどを運んできた。マニラタバコも持ってきた。 何しろよくおいでくだすった」と丸山はいかにも打ち解けたように言った内地の人も随分こっちへ来るようですけれども大抵は主な島々を一回りするだけでこんなところまではめったに回ってくる人はありません毎日同じ人の顔ばかり見ているんですから全く内地の人はお懐かしいんですよ実際 彼らは高谷くんを歓迎しているらしく、大切にしまってあったらしいブドウ酒の口を抜いて高谷くんにすすめた。缶詰の肉や魚なども皿に持って出した。ここらの島に住んでいる人としては、できる限りの艦隊を尽くされて、高谷くんも気の毒になってきた。はじめの予定では、 ほんの1時間ぐらい見回ってすぐに帰るつもりであったがあまりに人懐かしくもてなされるので高谷くんも早くは立てなくなっていろいろな話に2時間余りを費やしてしまったそのうちに丸山はこんなことを言いだした「このごろはここらにおかしなことが始まりましてね労働者がみんな逃げ腰になって困るんですよ」 おかしなことどんなことが始まったんです人間が亡くなるんです。先月からもう5人ばかり行方不明になりました。と丸山は顔をしかめながら話した。どうしたんでしょうわかりません。何でも45年前にもそんなことが続いたので今までここに在住していたオランダ人はみんな立ち退いてしまって。 しばらく無人島のようになっていたところへ我々が3年前から移ってきて今まで無事に事業を続けていたんですもちろん北東座は十分に警戒していましたが別に変わったこともないのでみんなも安心していました原住民たちも一時は隣の島へ立ち退いていたんですがこれもだんだんに戻ってきて今ではこうして我々と一緒に働いています ところが先月の末十五日の晩でしたこの小屋の近所に住んでいる原住民の女が突然に行方不明になったんですどこへ行ったのかわかりません結局は川べりへ水をくみに行って滑り落ちて海の方へ押し流されてふかにでも食われたんだろうということになってしまいましたするとそれから三日ばかりたって またたのんが見えなくなくったんですこうなると騒ぎがいよいよ大きくなってこれはどうもただごとではない昔の災いがまた繰り返されるのではないかという恐怖に襲われて気の弱い迷信の強い原住民たちはそろそろ逃げ自宅に取りかかるのを私が無理に抑えてまあ五六日は無事に済んだのですが。 今月に入って4日ほどたつと、また一人の原住民が見えなくなる。続いて2日目にまた一人、都合4人も消えてなくなったんですから、私も実に驚きました。まして原住民たちは、もう生きている空もないように震え上がって、仕事もろくろく手につかないという始末で、私も弱りきっていますと、 いいあんばいに湖畔つきばかりは何事もないので少し安心する間もなく6日前にまた一人今度は日本人が行方不明になったんです。日本人がやっぱり夜のうちに見えなくなったんですか?」と高谷くんは眉を寄せながら聞いた「そうです」。 いつでも夜中から夜明けまでのうちに見えなくなるんです。今までは原住民に限られていたんですが、今度は日本人の方へもお鉢が回ってきたので、みんなはいよいよ騒ぎ出して、どうしてもここにはいられないというんです。しかしせっかくこれまで経営した仕事を、今さら中途で放棄するのも残念ですから、私もいろいろに理解を加えて、 まあ当分は踏みとどまっていることにしたんですが怖くってここには寝られないというので急に隣の小さい島へ小屋がけをして日が暮れると皆そこへ行って寝ることにして夜が明けるとこっちへ出てくるんです実に不便で困るんですが差し当たりはそうするよりほかにないんですお察しください丸山もよほど困っているらしく その男らしい太い眉を曇らせて話した。高谷君も息をのみ込んで、この不思議な話を聞いていた。で、その行方不明になった人間というのは、その後に何の手がかりもないんですかありません。と、丸山はすぐにかぶりを振った。無論に手分けをしていろいろに詮索したんですけれど。 影も形も見えません。何か猛獣でも襲ってくるのか、あるいは山奥から我々の知らない野蛮人でも忍んでくるのかとも思ったんですが、死骸も残っていない、骨も残っていない、血の跡も残っていないというのですから、一体どうしたのかちっとも見当がつきません。ちょうどあなたがおいでになったのを幸いに、 あなたのご意見を伺いたいと思うんですがどうでしょう世間にこんなことがあるでしょうかさあと高谷くんも首をかしげた「行方不明になった人間は一人で寝ていたんですかそれとも誰かそのそばに寝ていたんですかいやそれがまた不思議なんです」。 一人で寝ていたのならばまだしものことですけれども日本人は大抵七八人ずつ一軒の小屋に枕を並べて寝ているんですまして原住民は十人も二十人も土間にアンペラを敷いて一緒に固まってごろ寝をしているんですから仮に猛獣が来ても野蛮人が来ても他の者に悟られないようにそっと一人をさらっていくということは よほど困難の仕事で、誰か気のつくものがあるはずです。ねえ、そうじゃありませんかしかし、人間が理屈なしに消えてなくなるわけのものでありませんから、私はまずこれを猿の仕業と鑑定しました。ごもっともです。あなたもご同感ですか私もそれよりほかに考えはありません。 さっきからお話を聞いているうちに私はドイルの小説を思い出しました「はあそれはどんなことです?」と丸山はテーブルの上に肘を押し出した隅の方の椅子に寄りかかっている雄三も目を輝かして聞きすましていた2 無論に作り話でしょうが、ドイルの小説には、こういうことが書いてあるんです。大西洋のある島の工作地で、やはり人間が噴出する。骨も残らない。血の跡もない。よく詮議してみると、結局、それは大きい黒症状の仕業であったというのです。と、高谷くんは説明した。 今度の事件もよほどよく似ているようですから、あるいはドイルの小説が事実となって、我々の見たこともないような奇怪な猿の類が夜中にこの小屋へ襲ってきて、そっと人間をさらっていくんじゃありませんかしら。なるほど、と丸山もうなずいた。そこらがいいご鑑定です。 ただ少し腑に落ちないのはもしそんな怪物が来て人間を引っかついでいくとしたら何か声でも立てそうなものだと思うんですが少しでも声を立てればそばに寝ている者の,のうちで誰か目を覚ますものもあるはずですがドイルの小説によるとその猿は恐ろしい力でまず寝ている人間の胸の骨をぐっと押すと骨は 砕けて一息に死んでしまう。それをやすやすと担いでいくんだということです。たとえ一息に死にきらないものでも、その恐ろしい力で胸を押されて、もう半死半生になった上にかつて見たこともないような怪物が自分の上にのしかかっているんですから。大抵のものは異常の恐怖にとらわれて、もう声を出す。元気もないだろうと思われます。 君は重ねて説明した「そうでしょうしかし」と丸山はまだ疑うように雄三の方を見返った我々もそう思ったもんですから毎晩代わる代わるに小屋の周囲を見回って威嚇にピストルを撃ったこともあります猛獣は火を恐れるというのでところどころにたき火をしたこともあります それでもやっぱり無効でした。現に十二か所もかがり火をたいた晩に日本人は取っていかれたんです。こうなると高谷くんの議論もよほど影の薄いものになってきた。朝畑へ忍んでくる怪物は野蛮人でも猿でもないらしかった。その次の問題は上ばみである。 上ばみがはいこんできて、ひといきにのんでしまうのではないかとも考えたが、蛇も火を恐れるはずである。ことに夜中にはい出してくるかどうかも疑問であった。ワニもかえ上がることがある。あるいはワニではないかという説も出たが、ここらの原住民はワニについては非常に神経過敏であるから、そのにおいだけでもすぐにそれと悟ることができる。 原住民は決してワニではないいと主張している。では大トカゲかという説も出たがトカゲが人を食おうとは思われないたとえ食ったとしても骨も残さずに飲み込んでしまうはずはない結局それは野蛮人の仕業であろうということになったが丸山はまだそれを信じないらしかった。 もしここらの森や山の陰に我々の知らない野蛮人が住んでいるとしても原住民もかつてそんな人間らしいものを認めたことがないというんです。とにかく私もあまり残念ですから他の者のだけを隣の島へ泊まりにやって私とこの雄三の二人だけは毎晩強情にこの小屋に残っているんですがこの二三日は何にも。 怪しい形跡も見えません敵もこっちの油断を狙ってくるらしいんですから一度いたずらをすると当分はやってこないようですそこでこっちが少し安心するとその油断を見て不意に襲ってくるいつもその手でやられるのですから今夜あたりはもう油断ができませんよ高谷君も一種の好奇心にそそられて 自分も今夜はこの小屋に泊まって、その怪物の正体を見届けたいと思った。その話をすると、丸山も非常に喜んだ。どうかそうしてください。あなたも一緒にいてくだされば、我々も大いに喜丈夫です。あなたのご助力で、どうかこの怪物の正体を確かめたいものです。どうでお構い申すことはできませんが、 「あなたの寝道具ぐらいはありますから」「どうで徹夜の考えですから寝道具などはいりません夜が更けると冷えるでしょうから毛布が一枚あれば結構ですしかし私がいつまでも帰らないと船の者のが心配するでしょうから誰か私の手紙を届けてくれるものはありますまいか」「ええ造作もありません」 丸山は雄三に言いつけて一人の原住民を呼ばせた手帳の紙片を引き裂いて高谷君は万年筆でその様向きを書いた原住民はそれを受け取ってすぐに小舟に乗って使いに行くと言った今夜ここに泊まると決定した以上高谷君はその付近の地理をよく見定めておく必要があるので もう一度そこらを案内してくれまいかというと丸山は快く承知して一緒に出た空はまだ明るかった貝殻の裏をのぞいたような白い大空がこの小さい島の上を弓なりに覆ってそのところどころに木や紅の負を打ったような小さい雲の塊が漂っていた高谷くんは 今さらのようにその美しい空の彩りをあかずに眺めた。朝畑の中には大勢の日本人が原住民と入り交じって朝の葉を忙しそうに飼っているのが見えた。彼らは大きい帽子をかぶっているのでその顔はよく見えなかったがおそらく夜の悪夢に襲われたような心持ちで昼も仕事を続けているのであろう。 君と丸山との後ろにはかの雄三もついてきた「もう一つわからないことがあるんですよ」と丸山は朝畑を抜けた時に言った三人の目の前には大きい川が流れていたその濁った水が海へ注ぐであろうと高谷君は想像した低い包みに立って見下ろすと 流れは随分急で包みの赤土を食いかきながら白く濁った泡を吹いてゴーゴーと落ちていった丸山はステッキでその水を指さしたご覧ださいこの川が境になって川向こうはあの通りの藪になっているんです怪物がもしあの藪から出てくるとすればどうしてもこの川を渡らなければならないわけですが ここを横切るということは容易じゃあるまいと思われるんです。人間は無論ですが、猿にしても蛇にしても、あるいは得体の知れない猛獣にしても、この川を泳いで渡るのは大変でしょう。といって、川のこっちはもうみんな開けているので、何にも住んでいるはずはありません。どう考えても怪物は、その川向こうに住んでいるか、あるいは、 海の方かか、ら襲ってくるかこの2つよりほかにありませんがもし海から襲ってくるとすれば隣の島へも来そうなものですしかし原住民の話によると隣の島にはかつてそんな不思議はないということですあなたのお考えでこの大きい川を渡ってくるような動物がありましょうかさあ何しろ急流ですからね 君は恐ろしい秘密を包んでいるような濁った水の流れを見つめていた。三人はまた黙って川上の方へ登っていった。空はまだ美しく輝いていたが包みのあちらはもうそろそろ薄暗くなってきた。水の音もだんだんに静かになってきた。丸山は水を指さしてまた説明した。 ここから上流の方は水性がよほど緩いんです川底の勾配にもよりましょうがもう一つには天然の石ができているからですここらへ来ると川底から大きい岩が突出していた何百年来川上から流れてくる大木の幹や枝がその岩にせかれて重なり合って 自然の包みを築いているのでそこには大きい湖のようなものをつくって岸の方には名も知れない干木や葦の類が生い茂っていたこのとおりここらは流れが緩いもんですからみんなここへ来て水をくんだり洗濯物をしたりするのです遠い昔から自然にこうなっているんでしょうがまことに都合よくできていますよ 丸山は笑った。第一、下流の方は水が濁っていて、とても飲料にはなりませんからね。雄三は除災なくバケツを用意してきていた。彼は干木をくぐり、水際へ降りて、比較的に清い水を一杯汲んできた。水の上はいよいよ薄暗くなって、一種の霧のような冷たい空気が、 足のしみから湧き出してき出てた。「今夜も降るかもしれませんね」と雄三はバケツを下げながら空を仰いだ三人の頭の上には紫がかった薄黒い雲の影がいつの間にか浮かんでいた「うーん今夜もシャワーかな」と丸山も空を見た しかし大したことはありませんよ。大抵1時間か2時間で晴れますよ。と彼は高谷くんに言った。それにしてもシャワーが近づいたと聞いてはここらにうろうろしているわけにもいかないので高谷くんはもう小屋へ帰ろうと言った。三人は元来た包みを伝って朝畑へ出て小屋の前へ戻ってくると 大勢の労働者は仕事をしまってそこに整列していた。今夜も隣へ行くのかと丸山は笑いながら言った。大勢は挨拶して川下の方へ降りて行った。さっきも話した通り彼らは小舟で隣の島へ泊まりに行くのであると丸山は高谷君にまた説明した。そうして雄三に命じて 夕飯の支度にかからせた日が暮れると果たして激しいシャワーが襲ってきたその雨の響きを聞きながら高谷くんは夕飯を食った3ここらのシャワーは内地人が想像するようなものではなかったまるで大きい滝を並べたように 一面に堂々と落ちてきてこの小屋も押し流されるかと危ぶまれた雨の音が激しいのでとても談話などはできなかった高谷くんと丸山とは薄暗い部屋の中に向かい合って黙ってたばこを吸っていたテーブルの上にはろうそくの火がぼんやりと照らしていたがそれも隙間から吹き込んでくるしぶきに打たれて いくたびか消えるので丸山もしまいには面倒になったらしく消えたままに捨てておいたので小屋の中は真の闇になってしまったただ時々に二人がするマッチの光で主人と客とが顔を見合わせるだけであった隣の部屋では雄三が夕飯の後片づけをしているらしくはめ板の隙間から ろうそくの火がちらちら揺らめいていたがそれもしまいには消えてしまったらしい雨は悔やみなしに降っていた「ずいぶんひどい今夜はいつもよりよほど長いようだ」と暗い中で丸山は言った高谷くんはマッチを吸って懐中時計を照らしてみると今夜はもう九時を過ぎていたこの 暗い風雨の夜しかも恐ろしい怪物が現れるとかいうこの小屋に丸山とぞ三と自分とたった三人が居残っただけで小屋のうちはおろかこの島じゅうに誰も人間らしいものは一人もいないのかと思うと高谷くんはいささか心寂しくなってきたそのおびえた魂をいよいよ脅かすように雷が激しくなりだした 雷が鳴ればもうやがてやみます」と丸山は言った。この雨では怪物も出られますまい。そうです。ことに雷がこう激しくなっては大抵の怪物も恐れて出ないかもしれません。雷はますますとどろいて真っ青な稲妻の光が小屋の中までひらめいてきた。 その光に照らされた丸山の顔はさながら怪物のようにも見られて高谷くんは薄気味悪くなった二人はまた黙ってしまった隣の部屋も静まっていた雨はそれから二時間ほども降り続いてしまいには小屋の中まで流れ込んできたらしい高谷くんの靴の先は濡れて冷たくなってきた 雷は地響きがするほどになった。あと丸山は突然に叫んだ。そうして大きい声で続けて呼んだ。おい、言うぞ言うぞやさかやさかどこへ行く雷雨が激しいので高谷くんにはとてもわからなかったが、風雨に慣れている丸山は、 雄三がどこかへ出ていく足音を聞きつけたと見える。彼はしきりに雄三の名を呼んだが、隣では何の返事もなかった。「この降るのにどこかへ出たんですか?」と高谷くんは不安らしく聞いた。「どうもそうらしい」と丸山は神経が興奮したように言った。彼は突然に立ち上がって、 マッチの火をすり始めた高谷くんも手伝ってようようのことでろうそくに火をともした土間はもう三寸以上も雨水に浸されていた二人はその水を渡りながらろうそくの火を消さないように保護して歩きだした隣の部屋との間には四尺ばかりの入り口があってすだれ代わりのアンペラが一枚垂れていた そのアンペラを掲げて隣の部屋を覗いてみると、果たしてそこには雄三の姿が見えなかった。あ,あ、やられたかな。と、丸山は踊り上がって叫んだ。その途端にろうそくの火は消えてしまった。言い知れない恐怖に襲われながら、高谷くんは慌ててマッチを吸った。もうろうそくをともすのももどかしいので、 二人はあらん限りのマッチを吸って、そこら中を照らしてみたが、雄三の姿はどうしても見つからなかった。まだ遠くはいかないはずだ。丸山は隠しからピストルを取り出して、表へ駆け出した。高谷くんも用意のピストルを取って、続いて駆け出した。しかし、どっちへ行くという方角も立たないので、 二人は雷雨の中をうろうろしていると、青い稲妻がまた光って、その光に照らされた朝畑の間に雄三の後ろ姿が見えた。二人は滝のような雨をついて、朝畑の中へまっしぐらに追っていった。稲妻が消えると、あとは元の暗闇になってしまったので、二人は再び方角に迷ったが、雄三は、 堤の方へ行ったらしく思われたので、二人はしきりにその名を呼び続けながら、朝畑を駆け抜けて川の岸へ出ると、雷はまた鳴った。稲妻も続いて走った。その光の下に、雄三の姿がまた現れた。彼は堤から川の方へ降りていくのである。やさかくん雄三くん 喉ううが裂けるほどに呼びながら2人は堤から駆け下りようとするとぬれた草に滑って丸山がまず転んだ高谷くんも転んだ2人とも大きいつる草にすがったので幸い,いに川の中へ滑り落ちるのを免れたがその間に勇造の姿は見えなくなってしまったそれでも2人は 強情に彼の名を呼んでびしょぬれになってそこらを駆け回ったがどうしても彼の姿は見つからなかった雷雨はそれから三十分ほどの後に晴れて明るい月が水を照らした二人は包みから朝畑をくまなく探して歩いたがその結果はいたずらに疲労を増すばかりであった 二人はもう我慢にも歩かれなくなって、はうようにして小屋に帰って、そのまま寝床の上に倒れてしまった。夜が明けてから、労働者が戻ってきた。彼らはゆうべの話を聞いて青くなった。大勢が手分けをして捜索に出たが、雄三の行方はどうしてもわからなかった。 いつまでもここに残っているわけにもいかないので、高谷くんはその日の午後に朝畑の小屋を出た。別れる時に丸山は言った。もう行けません。労働者たちはどうしてもここにいるのは嫌だと言いますから。私も残念ながらこの島を立ち去って、隣の島へ引き移ります。 やさかは実にかわいそうなことをしました。しかし、夕べの出来事から私はこういうことを初めて発見しました。怪物は猿でもない、上ばみでもない、野蛮人でもない。確かに人間の目には見えないものです。ピストルでも罠でも取ることのできないものです。目に見えないその怪物に誘い出されて、 みんなあの川へ吸い込まれてしまうのです。私もそんなことだろうと思います。他の者のがそう言うなら、あなたももう諦めて、ここをお立ち退きなすった方が安全でしょう。と、高谷君も彼に注意した。ありがとうございます。そんなら、ご機嫌よろしゅう。あなたも。 ごきげんよろしゅう。大勢は川の入り口まで送ってきた高谷君は元のボートに乗って元船へ帰ったこの話のあとへ高谷君は付け加えてこう言った「船へ帰ってからその話をすると船員も他の乗客もみんな不思議がっているばかりで」。 何が何だかわからない。船に乗り込んでいる医師の意見では、この怪物は無論動物でもない、人間でもない、一種の病気、まあ熱病の類いだろうというんだ。さっきも話したとおり、川上には流れの緩い湖のようなところがある。そこには、干木や葦の類いが茂っている。 島にいる者は四重そこへ水をくみに行く。そこに一種のマラリア熱のようなものが潜んでいて、蚊から伝染するか、あるいは自然に感染するか、どのみちその熱病にかかると、人間の頭がおかしくなって、急に乳がいのようになる。そして自分から川へ身を投げるにそういない。とこう言うんだ。 なるほどそんなことがあるかもしれないそれでまず一通りの理屈は分かったがただわからないのはどの人もみんな川へ飛び込むということでもし頭が変になって自殺するならば水へはまるには限るまい中には浅刈り釜で自殺するものもありそうなものだが みんな申し合わせたようにその皮に飲まれてしまう。それが僕にはまだわからない。なんだかあのコーヒー色の水の底に人間の知らない魔物でも潜んでいるんじゃないかとも疑われる。医師はまたその疑いに対してこういう解釈を加えている。その患者は非常に熱が高くなって ほとんど体が焼けそうに熱くなるので苦し紛れに水に飛び込むのだろうと。これも一つの理屈だが理屈はまあどうにでもつくもので何しろ僕は南洋の朝畑に一夜を明かしてこんな恐ろしい目にあったということを話せばいいのだ。ドイルの小説の症状ならば。 またそれを退治する工夫もあるだろうが目に見えないものではどうにもしかたがない。果たしてそれが一種の病気であるとしても僕はやはり恐ろしい。君も勇気があるなら一度あの島へ探検に出かけちゃあどうだね。